はい、どうも、白滝です。この動画は3本目になっていまして、2本目、サムライジャパンのガチャが登場してきたので、ガチャを引いた動画、選手のね、能力で、1本目はね、優勝確定したので、無料配布がね、どれだけもらえるのか、解説した動画を、投稿したので、見ていない方はこの動画見終わった後、概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います。そしてこの動画3本目では、皆さんがね、一番注目している大谷翔平選手の投手、最速でね、使ってみた動画、投稿していこうかなと思います。この動画の流れとしては、注意ポイントで、継承で、練習試合で変化量を見ていきまして、最後、ランク戦の方で、ちょっとやっていこうかなと思います。で、明日もね、サムライジャパンに関する動画、どんどんね、投稿していくと思うので、皆さんね、チャンネル登録、そしてね、通知、していただきまして、明日のね、動画も、見てもらえればなと思います。あとはね、この動画に、高評価の方もよろしくお願いします。こちら重要なお知らせで来ているんですけれども、侍ジャパンの選手に関しては e スポーツ大会で使用制限があります。で、見ると、今回の侍ジャパンの選手に関しては、来年まで使えないというね、方向になっているんじゃないのかなと思います。で、赤文字のところを見ると、一応ね、大会で使用できる仕組みについて検討していますと。いや、これね、ほんと中途半端ないよね。使えるっていうことも言えないですし、使えないということも言えない検討と、いや、このね、微妙なラインがね、どうなってくるのか。だから、ツーシームの大谷さんは、どうなら、使えない方向で考えた方がいいと思います。1年間かな、2022年シリーズに侍ジャパンの選手は、2024年2月末に試合中の 3D モデルが、着用するユニフォームに差し替え予定、書かれているので、使えない方向で考えた方がいいんじゃないのかなと思います。でもね、一応検討と書かれているので、使える可能性もありますし、使えない可能性もある。だから80%かな、80%使えないと思って、大谷さんをね、獲得していってもらえればなと思います。だから継承かな、後で話していくんですけれども、継承もこの後の、e スポーツ大会、ダルビッシュさんの大会で、あとは、何やろ、スピリーグかな、スピリーグとか、あとはチャンピオンシップとか、大谷さんのね、投手を使いたいのであれば、日ハムバージョンからね、継承しないでください。メジャーバージョンの、継承してしまうとね、大会で使えない可能性があるので、そういったね、予選とかの大会で大谷さんを使いたい場合は、継承はね、まだ、しないでください。自分の場合はこちら、ワールドスターの大谷さんね、継承していこうかなと思います。A ランク5枚あって2体持ちね、することができるんですけれども、ちょっとね、育成もめんどくさいので、こちら大谷さん使おうかな、継承しようかな。あとはスピちゃんでも大谷翔平選手、こっちね、日ハムバージョン、 TS バージョン使ってる方あんまりいなくて、藤浪さん、メルセデスさんで、ダルビスさんもいますし、で、山本さん、ワールドスターで千賀さん、ワールドスター藤浪さんも出るんか、あのストレートとね、ツーシームの投げ分け、そういったね、投手を使ってる方多くて、大谷さんもね、あまり使われなくなったので、こちらもう旧バージョンではなく新バージョン、通信バージョンにね、継承させていこうかなと思います。いきましょう、大谷翔平選手、剛速球も5、特訓も5、限界突破も5、いきます。さあ、大谷翔平選手、2ちゃんバージョンからメジャーバージョンへ継承。いいね、いや、いいよ。レベルもマックスにしていこうかなと。レベルマックスにしていきましょう。ボタン一つでね、レベルマックス75、85、77、82。称号で、一応ね、オールエンにすることができます。練習試合の方になりまして、大谷さんのね、球種見ていきましょう。ストレートはストレート。いや、スライダー S。いや、いいね。これ半分いくね。真ん中か、大体真ん中か。もう本当に半分やね。半分曲がるぐらいの変化量になっている。うわ、いいね。投球フォームこれ変わってるんですよ。で、ナックルカーブ。これ何本？ナックルカーブ。1、2、3、4、5。4か。4、4のナックルカーブ。これ変化量大きくない？だいたいマスの、斜め、半分かな？マス全体。斜めから斜め。あ、打たれた。ナックルカーブこれ有効そうやね。ランク戦とか。で、スプリット。ツーシームスプリットね。これぐらいの変化量。いいね。で、ツーシーム。ツーシームはD か。D ぐらい欲しかったけどね、ツーシーム。B、C か。C か B。で、カットボール。変化量はこれぐらいか。おー、いいね、いいね。ゲッツー。あとはカーブか。カーブ見ていきましょう。カーブが変化量さん。あ、これも結構曲がるね、カーブ。ダルビッシュさんもカーブ持ってるけど、
高速カーブからのカーブ、あれ高めから投げるとね、結構有効なんですよ。そしてこちら、大谷翔平選手が持っている固有の球種、ジャイロスプリット見ていきましょう。ジャイロスプリットなんですけれども、スイッチバージョンでは縦スライダーの回転でスプリットの変化、クロスピースでは高めから投げても、真ん中から投げても、低めからね、投げても変化量が変わらない、フォースラになっています。いやー、これどうなんやろ。まあ、ツーシームスプリットで、組み立てていって、で、スライダーを投げる。で、そこにナックルカーブと、ジャイロスプリットでもどうなんやろうね、これ。一番上から投げたら、もう一回投げよう。あ、里崎さん。ジャイロスプリット一番上でギリギリか。あー、でも大会やったら結構、大変そうやね。で、ツーシームと。ツーシームもうちょっと変化欲しかったね。タイピンチ場面作るか、タイピンチ場面作ろう。ました、超豪速球のタイピンチ。タイピンチのツーシームがこれぐらい。スライダー、うわ、スライダーめっちゃ曲がる。ナックルカーブ。え、ナックルカーブめっちゃ曲がらない？の、この、すげえ。スプリットか。だいたいこれぐらい落ちるんか。めっちゃ落ちる。ジャイロスプリット。おー、すげえ。ジャイロスプリットめちゃめちゃ落ちる。わ、これ、でも有効やね、この。赤目から投げるジャイロスプリット。カットボールと。うん。カーブ。うわ、これ、すごそうやな。ここら辺からのジャイロスプリットとか有効そう。いや、正隆さん。ランク戦使ってみたいね。行きましょう、ランク戦。言いましょう、大谷翔平選手初登板。まあ、いつもやってる、まあ、ダルビッシュさんとかでもね、使ってる投球、まあ、インコースのツーシームとかでやっていこうかなと思います。まあ、相手はイチローさん、とりあえず引っ張りの、まあ、ツーシームからね、このインコースのツーシーム、大体ここから入るんで。いや、いいね。で、スプリット。さあ、行こう。イチローさん、抑えよう。で、こっからの、ジャイロスプリット。これ、初見打てないでしょ。おー、見てくる。じゃ、ストレート行こう。いやー、さすがにストレート打たれるよな。さすがに打たれるわ、それは。ゲッツ狙いだと、ジャイロスプリットでいこう。いや、これ甘い。おー、それ入らないか。ゲッツ狙いでいきたいな。よしよし、OK。やっぱスプリット切れてるんかな。いや、タイピンチ来た。逆にや、タイピンチついてくれるような場面を作ってくれるという、スライダー。おー、スライダー結構曲がるね。タイピンチやっぱ強いわ。これツーシーム。あー、ちょっと外野前進してる。どんなやろ、球速速いんかな。よし、オッケーオッケー。引っ張りで、スプリット。あ、ベスピー出ねえ。もう一回スプリット。あー、ちょっと待って、もう、それはなしやって、それはなし。おー、ラッキー。ラッキー。タイピン、えぐ。能力めっちゃ下げる。引っ張りで、あ、ここら辺のツーシームやね。よしよし、オーケー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 。いいね。2イニング目いきましょう。5、超豪速球出てるんで、ちょっと高めのストレート一気に投げます。あとはジャイロスプリットやね。いや、いいね。ジャイロスプリットちょっともうちょっと使っていきたい。高めからのジャイロスプリット。いやー、あんな飛ぶ？ジャイロスプリット、どうなんやろ。もうちょっと使うか、ジャイロスプリット。このアウトコースのジャイロスプリット、ジャイスプ。まあ見てくるよね。で、そのジャイスプから、ツーシーム。これいいんじゃないですか。よしよしよし。じゃあ、アウト取って、おわ、タイピン。やっぱタイピンがでかそう。流し打ちにして、そこから入るスライダー、いきます。SP。いやー、それ打たれるか。スライダーあかんな、ランク戦。やっぱインコースやね、ランク戦ね、藤波さんのアウトコースの投球あるんですけれども、あれダメなんよね。やっぱ見られるんよね、球が遅くて。やっぱインコース攻めの方がいいと思う。アウトコースはランク戦ダメなんよな。めっちゃ曲がる。スラカ行こう、スラカ。これ抑えれるやろ。いいね。え？今の入らないの？カットボールからのジャイスプ。おー、見てくる。ナックルカーブ投げよう。これいいんじゃない？ナックルカーブ。あ、やばい。制球がやばい。タイピン。いや、タイピン強いけどね。タイピン。スプリット。ちょっとスプリット低めで。
ここからジャイロスプリット、ハイピン来てのジャイロスプリット打てないでしょ。あー捉えてんの、あーしてんねん村上さん何してんの。ジャイロスプリット難しいな、ランク戦やっぱ変化球のね球速上がってないんで、ストレート、まあ、ツーシームで押しておく方がいいんかな。おい行きましょう、真ん中のツーシーム、まあ、やっぱツースプやね、変にあのランク戦はジャイロスプリットとかも使わずにツースプで押していく方がいいと思う。おーいいところから落ちたね、いや強いわ、強いと思うけどね大谷さん、これはそうやね、ツーシームスプリット持っててジャイロスプリット、いやこれを大会で使えるかないよな、タイピン発動した時のやっぱタイピン強い、タイピン強いし、だから本当に大会で使えるか使えないか使えたら多分無双すると思う。ランク戦とかでね使いたい方、あとはね全国大会かな、普通の全国大会では使うことができるんで、大谷さんはね、まあ獲得したい方、使ってみたいという方はぜひともね、明日の契約書かな、15時に無料で、今のね、第1弾の無料10連もあるんで、まあ、ここでね当てていってもらえればなと思います。まあ、最低最なその無料10連と、15時のね契約書で30連引けば2100か2100エナジーぐらいで、まあ、確定で取ることができるんで、まあ、最低でも3万かな、3万4万で、まあ、獲得できるんじゃないのかなと思います。いやー大谷翔平選手いいね。